はい、どうも、こんにちは。こんにちは。やってまいりました、第1回質問コーナー。募集しました、質問についてですね、ちょっとずつお答えしていこうかなと思います。ちょっとずつっていうか、そんなにどしどしって感じではない。どしどしって感じじゃないですよ、やっぱりね。でも、ありがたいこと、ありがたいことに、何件かね、いただいてますので、ちょっとずつ答えていこうと思います。それでは早速ね、答えていきたいと思うんですけども、じゃあケンジさん、じゃあまず一つ目、いつもレースの動画を楽しく見させてもらっています。ありがとうございます。さて、これは質問というよりも希望なんですが、一度でいいのでケンケン兄弟が公道を楽しく走る元ブログ的な動画を見てみたいです。質問というか、企画のあれですね。いやね、こういうのもあると嬉しいですよね。そうですね、やりやすい要望みたいな、ね、そうやりやすいです、非常に、はい、じゃあ行きますか。言っとくけどぶっちぎるよ俺。行きましょう。結果どうなるのかってって、言いたいんですけど、実はですね、ライダーあるあるっちゃね、ライダーあるあるなのかもしれないんですけど、こう免許を持ってっていう。そうなんですよ、彼原付しか乗れません、はい、公道では。そうなんですよ、いきなり車の免許、普通免許持ってるんですけど、実はちょっとね、こいつは中型まで持ってるんですけど、ありがちですよ、免許を持っていないという。なんでお前そんなんで乗ってるのかと。そう、そういう世間一般的に見ればえ、免許なくて乗れんのっていうパターンですよね。よくねよく言われるもんね。小学校とかで言われるだもんね。だってね、おー、ブレスやってんだ。免許は？そうそういうノリですよ。そういうノリなので、そうなんですよ。非常にね、こう、その質問を見たときに、おこれはいいかもしれないって思ったんですけど、よく考えたらこう、車の免許と原付の免許しか持ってない事実がございまして、申し訳ないんですけど、株でさすがに忍者400を追い回すのは、ねえ、無理ですもんね。だって法定速度も違いますし、そうですね、忍者400をね、30キロで走れって言ったら、そう、大変です。もうそれはね、2速。いや、2速使わないです。使わないですね。はい。まぁ、あ、ちょっとね、そういう感じになっちゃうので、それについてはですね、申し訳ないですが、つくささんぐらいだったらいけんじゃねえかなっていうのがあるけど。いや、なんならチャリだよ。あ、チャリね。うん、ちょっとごめん、楽しく行動もじゃないけど、チャリでトレーニングしてるところを、けど俺チャリでトレーニング行ってきたぜ、そういう動画ですね。そういう動画をそのうち撮りたいな、なのでバイクではできないですけど、今結論が出まして、はい、自転車でやると。自転車で行きましょう。そして登るのは筑波さんと。筑波さんです、最初はね。そういう感じでやらせていただきますので、はい、申し訳ございません。バイクではちょっと、ボブブルソーさんみたいにはちょっとできないですね、彼のせいで。本当申し訳ないです。次の質問ですね。自転そうね、今までで一緒にレースをしてきたライバルの中で一番ヤバかった人は誰ですか？マルケス以外で。自作だからね、ある意味。確かにそうですね、これは自作ですね。蓮見心さん、ありがとうございます。はい、自作になっちゃう。いや、だって何回も出てるもんね、もうね。うちの動画には多分一番出てるよ、やつ。自分たち以外でね。自分たち以外で。だって、一番ヤバかった人は誰ですか？早かった人は誰？ヤバかった人。ヤバかった人、俺はもうね、一人思い浮かんでる。リッキーさんですね。やばかった人、リッキーさん。一番印象に残ってるのは、ガチラで一緒に練習をしてるときに、彼がミニバイクでウィーリーをしてたのかな。そしたらね、そのまま転んだんですよ、彼。こっち側に。いや、そこまでウィーリーでこう、なんていうんだろう、攻められる人って、やべえなって。まあその他もろもろありますけど、でも一番それが印象に残ってるかな。リッチさん、やべえっすわ。ぶっ飛んでますからね、彼はね。ぶっ飛んでる。楽しい。面白い人です。やばかった人でしょ？やばかった人だから。いなくね？ぶっ
っ飛んだ人、ぶっ飛んでった人はいっぱいいるけど、もうぶっ飛んでった人にしちゃう。ぶっ飛んでった人そんな俺、ぶっ飛んでった人だったら俺長尾健吾なんだけどね。やばかった人いないな。俺やばかった人いないですか。やばかった人、やばかった人、やばかった人だね。やばかった人はね、やっぱあつみさんじゃないですかね。一緒にお酒を飲む、まあ飲める年齢もあるんで、まあたまにね、たまにまあちょっと飲んだりとかするんですけど、なんだろうね、異様にテンションが高くてね、その時ね、なんかこうそう、その時一人で、一人でに、あのよく道路とかで生えてるじゃないですか、ちょっと背の低い木みたいなのが、あそこに突っ込むっていう突っ込んで転ぶっていうで、おーって言って、そう、おーって言ってこけて笑ってるっていうね、そんな不思議な厚みさんが見られた時がありまして、ちょっとその時が一番やばいと思ったからまあもちろん俺もね、お酒飲んでたんでちょっとね、こうテンションは高かったですけど、そう、あのその後彼も結構やばかったんでそんなこと言ったらそうだよ、俺もその後もううってなったんで、ただ厚みさんにね、同じ質問してこの動画を見た後にね、言ったらあなたって答えるこのりで飲んこうって言い始めるから絶対言うね。でグロッキーだったやつが一番ヤバかったって多分言うと思うヤバかったから言うちばっかじゃないか。そうですね、もう動画に出てきてる人しか言ってない。どうでしょう、こういう形でね、ケンケン質問のコーナーをやっていこうかと思います。第1回目はこれにて閉店ガラガラです。それではもしね、また何かこう参加型なんで、もう完全にで今のだと数も少ないですし、お答えできることはお答えしていこうと思うので、引き続きツイッターと、あとコメント欄もね、あの質問していいですかっていうコメントがあったので、ちょっとコメント欄でもぜひね質問してください。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。じゃあね、バイバーイ。